ニクラです今回はポケカをただ剥いていこうかなと思います。なんだけど、これ全部開けようかなって思ってたけど、ちょっとね、全部やると編集が大変なので、どれか1個にします。この、なんだっけ、25周年のやつか、e、イ EV ヒーローか、シャインスターか、フュージョンアーツのどれかでいこうかな。シャインスター1回当たりめっちゃ出したやつね。<laughs> あれ、まだコンビニに売ってたので、また買いました。今日買ってきたのが、ここ2つ。フュージョンアーツ開けようかな。 EV ヒーローとここはね、楽しみすぎて、ちょっとまだ開けたくないかな。<laughs> フュージョンアーツから開けていきます。いや、ポケモンセンターで、まさかの売ってました。嬉しい。<laughs> 見ていこういや。私はポケか全然わかんなくて、な、なんで買ってんだろうね。<laughs> まあ、コレクターなので、コレクション目的でいいのが出たらいいなぐらいで開けてます。 こんなもんかな。まあ、この箱自体が私的には価値があるので箱も一応全部移して <laughs> 開けていきましょう。どうやって開けるの <laughs> あ、これ怖いよね。あ、開いた、いたよかった。じゃ何パック入ってんのか ?30 かな ?30 パックずつ買ったはず。ポケモンセンターの上限が1人60パックで多分そうなはず。 30、30で買って、上限の60パック買ってきたと思います。30って結構な量だね。これは確かに編集、やっぱり大変だから、分けてよかったわ。<laughs> やばー。やばいね。こんなにやばいと思わなかった。一回、この袋全部破いて、で、もう出すだけにしようかな。と思うので、一回開けていきます。えー、楽しみだね。かわいい。 キラキラ。あ、これ書いてあるの嬉しいね。ちょっと本当によくわかんないので。ハイパーレアが一番上なんだね。スーパーレア、トリプルレア。まあ、スーパーレアが出てほしいかな。スーパーレア以上が出たら喜ぶかなっていう感じです。楽しみー。へ <laughs> かわいいのが出るといいね。エレズンとか入ってるんじゃないかなじゃあ、開けてきます。<laughs> よし、開け終わりました。開けてる間にもう日が暮れちゃいそう。<laughs> 開けていこう。ちょっとね、ここ2個はパッケージの保存用として側面を開けました。他が全部下側をハサミで切っておいたので、あとはもうバババって出していくだけになります。1パック5枚、5枚なので 30×5 枚、35、150枚かな。入ってるんじゃないかと思います。1枚、1パック目。じゃじゃん。 わあ、かわいい。えねこ。そう、今回は、かわいいイラストが出てくれたらいいかな。何がレアか知らないかも。エレズンが出てくれたらいいかな。あとは。かわいい。生拳。えー、めっちゃかわいいね。これもかわいいイラストだね。いいね。次。蝶棒巻き。全然知らないポケモンだな。 これ、一個一個そんなペースでやってたら終わんないよね <laughs>。次。うんと、ガラルまっすぐま。へー、ガラル地方で姿が違ったりするんですよ。へー、かわいいね。次。サニゴーン。これもガラル地方なのかなかわいい。いいね。じゃあ次。こっちも保存用。保存用が2個の理由としては、裏表でね、ノートに貼ったりしたいので。こっちも側面開けました。 人手ンかわいいね。<laughs> 私でも知ってる。ドリュウドリュズ。知らん。<laughs> 知らないな。あーこれ欲しかったのエリキテル。かわいいよね。次。ミュー VMAX だ。えー、かわいい。これがえーと、RRR ってなんだろうね。レアレアレアトリプルレア。だって。かわいいね。ミュー VMAX。次。 か月。<laughs> これのね、キラキラも入ってるっぽいから、それも楽しみ。キラキラだけ写しとこうかな。えー、ミュウのパックだから、ミュウでいると嬉しいね。<laughs> 次。フュージョンアーツ、じゃじゃん。同じだ。人手マン可愛い,い。人手ン。青ガラス。サニーゴ。これもガラレなんだね。 シャンデラ VMAX。ええー、嬉しいこれ欲しかったの <laughs> で、ガラルまっすぐま。まっすぐまの前のジグザグマが私は好きなので、それもあんのかなええー、かわいいこれ欲しかったのこれが、これもトリプルレアだね。かわいいキラキラ。嬉しい <laughs> かわいいいいね。じゃじゃじゃん。えー、ムンナ。かわいいね。ヌメラ。 モグリュー。パワータブレット。ええー、美味しそう。これ食玩とかおもちゃとかで出してくれたらいいね。トローチみたいで美味しそうだね。ありそう。なんかペッツみたいな感じで。商品化しても良さそうだね。踊り鳥り。ええー、かわい可愛いかわいいベシンってかわいいね。踊ってるんだ。かわいいええー。このフュージョンってなんだろうね。今回なんか、売るに書いてあったっけ この商品のカードに,には、フュージョン一撃連撃を含みます。フュージョンってなんか最近出たものなのかなよくわかんないけど。次いやまだまだあるね。<laughs> ルージュラ。えー、かわいい。アゴジムシ。え、みぐるみは、いいよね。こういうのちょっと特別感あって嬉しくなります。みぐるみかわいい。 いいね。<laughs> 後ろの背景までフェルトでできてる。可愛いね。次。あ、生拳2枚目。かわいい。いいね。メルメタル。知らないキャラクターだ。可愛いこれも枠だけキラキラですね。グランベル。へえ。可愛いい。ブルドッグみたい。<laughs> 次。 あードラメシア大好き <laughs> ドラメシア可愛い,いよね。ぬいぐるみも買っちゃった。ドラメシア。次、エ,キエリキテル。エレキテル。かい可愛いこれ2枚目あると使えるので嬉しい。ヌメイル。これも可愛い,いね。さっき出たこれ。すごい可愛いい、これ。ヌメイル。名残の大鈴。<laughs> 面白いね。で、 ラティアス。へえ、かわいい。次。なんか知ってるポケモンとうっすら知ってるポケモンと全然知らないポケモンがいっぱいいるな。じゃじゃん。キノガッサ。かわいいね。キノコっぽいんだね。<laughs> あーかわいいワニの子。私、大ワニ町出身なんですよ、青森の。なんかこういうのがね。 大アニーの駅に立ってるね。全然違うものなんだけど <laughs>。懐かしい身がある。イワーク。いいね。シャンデラ V! やったー !VMAX と V が揃った。あと、クロスシーバー。え、すごいいいえ、もう、キラキラ系で欲しいのは全部出たんじゃないかってぐらい。え、かわいい嬉しい引きがいいぞ嬉しいなもう、いいかな。でも、 せっかくならね、可愛い女の子とかも出てほしいかなって感じ。キノここ。かわいい。<laughs> あ、さっきの進化前だね、ブルー。ここ柄。パスト出す。かわいい。<laughs> お菓子みたい、わたあめみたいな。絶対違うよね。名前的にゴミとかなのかな。かわいい。 と、アギルダ、知らないな。かわいいね。次じゃじゃじゃん。メルタン。<laughs> えっと、バルチャイ、知らないのばっかりだ。あ、これ知ってる。エネコロロ、かわいいね。ラティオス、おお、さっきもいたよね。あれ、さっき、キラキラじゃなかったよね。えっ、ー、と、 ラティアスとラティオスがいて、こっちだけキラキラなんだね。なんだろうね。と、タイレーツ、最近知ったかわいいやつ。タイレーツ、かわいいね。ええー、次。今何個目だろう半分ぐらいいったまだ <laughs> ええー、トゲデマルパールル、かわいい。あキャタピーだかわいい。<laughs> ハンテール、いいね。 ドロンチ可愛い,い <laughs> この辺好きなんですよね。いいね、ドロンチ出た嬉しい。次。あとはドラメシアが出れば3つ揃うのか。さっき、さっき、ドラメシア出たもんね。あれあ、ドラパルトか上そうだね。ドラパルトが揃えば、それで揃うのかな。青ガラス、ガーリー。いいね、懐かしいポケモンもちょっと入って、あーこれーこのやつか 嬉しいこれ入ってるの知らなかったけど、これすごい欲しかったんですよ。かわいい実物欲しいよね。このフィギュアみたいな。かわいいえ、これめっちゃ欲しかったの。嬉しい <laughs> 次。デオキシスナッツえ、これ全部入ってることってあるんだね。かわいいね。すごい。なんか、いいね。そんなレアじゃないんだけど。多分。ただのレアなので、そんなレア感ないんだろうけど。これ3つ入ってるの嬉しいね。<laughs> で、また、この不良のような方 <laughs>。これ、もうキラキラで出てくれた方がやっぱ嬉しいよね。次。エレザード、知らない。かわいい、石つぶて。ヤブクロン。えー、かわいい、さっきのゴミみたいな、この、進化前バージョンかな。かわいい。<laughs> アーマーがわかんないな。 ぬメルゴン、さっき出たね。そう、2枚目出るとね、これスマホのケースとかに入れられるから好きなんですよね。なんかところどころさ、この辺とか、ちょっと右上にピピピってついてんのなんだろうね。これさっきと同じか。なんだろう、この傷みたいなマークがついてますね。なんだろう。他のはついてないんだけど。なんだろうね、そのマーク。<laughs> なんかあるのかな、そういうのが。わからん。<laughs> 全然知識がなくて。次。じゃじゃん。<laughs> エレズンエレズンだこれ2枚目着てほしい。エレズンはね、スマホケースに入れたい。スマホケースじゃなくても飾りたい。エレズン好きなんだよね。ぬいぐるみでっかいのも買ったもんね。エレズンめっちゃ可愛いよね。ドリュウズ。サニーゴ。さっきも出たね。おーストリーンだエレズンが進化するとこれになるんですよ。 へえ。キラキラなんだ。いやそう、どのポケモンと暮らしたいかって考えたときにエレズンなんだけどさ、進化しないでほしいんだよね。スポンジグローブ。<laughs> 絶対進化させないでずっとポケモン買ったらなんか愛護団体とかで問題になりそうだもんね。<laughs> 次。モグリュウ。ドーブル。あ、エリキテル3枚目。 モスの、可愛いね。イラストがすごいかわいい。綺麗だね。次。サニーゴ、サニー、サニゴーンだね。結構出たね。可愛い次。じゃ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 ん。ちょぼ巻き。<laughs> ゴローン。えねこ、えねこ可愛いよね。スターミエー、ええ。 人でーマンって進化するんだ当たり前か。<laughs> 進化したらこうなるんだね。かわいいね。と、ダンサー。ダンサーのキラキラもあるんだよね。ダンサーのキラキラ欲しいな。次。じゃじゃじゃん。ヌメラ。ちょいちょいピントがずれる <laughs> 間違えた。私いつもピント合わすときにスマホをこうやって押してるんですよ。今カード押しちゃった。ヌメラ。<laughs> サニーゴホールド。へえー、全然知らない。あ、立ちふさぐま、ガラル。へえ。まっすぐまって進化するんだね。へいいね、かわいい。キラキラだし。で、またダンサーが出ました。次じゃじゃじゃん。じゃん。 あ、これもさっきのやつだ。みぐるみ。あごじむし。何枚ぐらい一箱からキラキラ出るんだろうね。<laughs> エレザード。モグリューかわいい。クワガノン。知らないな。アーマーガー。次いいいね。<laughs> 楽しい。人手ン2回目かな。ヌメイル。さっき出たね、3枚目かな。 ホルビー、かわいい幸せそうな顔。<laughs> えー、いいね。残っち。ラティアス2枚目。えー、嬉しい。かわいいね。まあ、何が出ても嬉しいからな。結局、あの、私がフエラムでバンバン開けるのと同じで。何が出るか分かんないっていうのが楽しいんだろうね。気のがっさ。ドラメシア2回目嬉しい <laughs> ドーブル。 コローニャ、ビリジオンでした。次。よいしょ。はフィリスフィリス <laughs> !2 個目嬉しい使用用ができた嬉しいかわいい好き。<laughs> あー、めっちゃ嬉しいあー、ワニの子もいいな。さっきも言ったけど、地元にあるやつになんかそっくりなんですよね。なんかスキー持ったワニの子みたいなのが立ってるんですよ、駅に。 へへ <laughs> 青いのとね、ピンクのがいて。それすごい思い出す。幸せそうなうさぎさん。ホルビーと、パルスワン。へえ、犬ヌ,ヌワン。犬ヌ,ヌワンってさ、あれ、違うのか。あれ、犬ヌ,ヌワンって名前じゃないのか。鳴き声が犬ヌ,ヌワンなだけで。そっか。あれが進化したやつだよね。次。<laughs> スポンジグローブ。いや、いいね、いいね。 これが世間的にいいかどうかわかんないけど、私的にはいい引きですね。<laughs> いやー、嬉しいな。むしゃーな。あジグザグマ大好きガラルって何が違うのかな目の周りかな全然全部違うかな <laughs> ジグザグマ好きだけどね、そんなに造形をね、じっくり見たことはないので、どうなんだろう。メル、メルタン。のこっち ドロンチ !2 枚目嬉しいあとはドラパルトかなが出てくれればいいのかなあーかわいい電磁虫。<laughs> 雪はみ2枚目嬉しいこれ本当にかわいいよね。本当にこれ実物欲しい。ポケモンキッズでさ、雪はみ買ったからさ、それ型取りして真似できそうだよね。どうにかこうにか。<laughs> ブルー。バタフリーキラキラかわいいね。 そう。トランセルもすごい好きなの。トランセルのぬいぐるみも買ったと思う。買ってますよね。買ったはず、そこにある。そう。全然関係ないけど、今日もぬいぐるみ買ってきて。こんな感じで。<laughs> 好きなぬいぐるみが揃ってきてる。可愛いよね。<laughs> で、その次が、スケーターズパーク。<laughs> 場所。どんどん行こう。もう、あとちょっとかな。バルジーナ。 ほぼ巻き <laughs>。あと。あ、かわいい。トゲでルかわいいね。ウィンディー・モスのいいね。いいね。あと何パック ?1、2、3、4、5、6、7。あと7パック。じゃじゃじゃん。かわいい。さっきも出た。ヤブクロン。かわいいね。ウンナ・ガーディー チャンネルラブイ被った嬉し、え、違うえ、違う。髪連れのキラ、あ、この人のキラキラもあるっぽい。え、被ってない。<laughs> 全部違うの全部違くない <laughs> そんなに種類あるんだ。全部キラキラ。へー。知らんかったね。<laughs> 次。あと、六枚か。と、整頓しますね。<laughs> じゃじゃじゃん。かかってる。じゃじあ、あこれ開けるの失敗したんそうだ。怖いな。よ <laughs> いしょ。よいしょよいしょよいしょ。見えちゃった。石粒で、トランセルあるの嬉しすぎもう一枚入れてほしい かわいいトランセルパールルおパルスワンの VMAX! キラッキラだね。かわいいね。虹色になってる。マラカッチ次じゃじゃじゃんじゃんいわくかわいいこガラキのここ。 クロススイッチャー面白そうだね。進化するんださっきのワニ。アリーゲイツ。<laughs> かわいい。面白い絵だね。次、あと4パック。じゃ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 ん。キャタピー。クイタラン。バルチャイ。アトルビップパス。面白いね。メロエッタ。ええー、見たことない。次。 じゃじゃじゃじーん。ジグザグマ。<laughs> かわいい。ジグザグマ、アイアンと、エネコ。欲張りす V! <laughs> かわいい。なんだこれ、かわいいね。欲張りす V。と、ビリジオン。次。じゃ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 ん。え <laughs> レズン !3 枚目来てくれた、嬉しい。<laughs> エレズンかわいい。ゴローン。ホルビー。ポットとデントとコーン。これもね、キラキラバージョンがあるみたいなのでできれば欲しいけど、もう無理かな。あと一クなので。あと、サクラビス。へえ。次。ラストもうキラキラ出ないのかなどうだろうヤブクロン。デンジムシ。 キノココ。ケケンに知らん。<laughs> 知らんキャラだった。で、フュージョンエネルギーでした。ええー、いいなーめっちゃいい、いい感じだった。自分的には。嬉しい。まあ、ミュウが出たし、ヨクバリスも可愛いし。いや、シャンデラ、こんなにあるんだね。この辺揃ったのも嬉しいですね。<laughs> シャンデラ、めっちゃシャンデラが入ってるパックだったね。可愛い。 いいね。まあ、あとは、なんと言ってもエリズンですね。<laughs> エリズンが出てくれたので、大満足かな。3枚も出たし。4枚か ?3 枚か <laughs> 嬉しいですね。いや、こんなに一気にカード買ったらさ、どうやってしまえばいいんだろう。<laughs> なんか考えないとね。よいしょ。今回のカード開封は、こんな感じ。 さっき出した他のカードもそのうち開けていくんじゃないかと思います。ではでは、次の動画もお楽しみにバイバイ